弊社は旋盤マシニングの機械を使って油圧シリンダー部品を主に生産している会社です。もともと1000個から5000個ぐらいの製品を加工するのが主流だったんですけれど、2000年に東南アジアの製造業を視察する機会をもらいました。同じものを大量に安く作るという技術でははるかに長けてて、同じ土俵 で勝ち目はないというふうに感じました。と同時に、形は作ってるけれど物を作ってるっていうことを感じることはなく、その部分でアドバンテージがあるっていうふうに感じて、帰国してすぐに多品少量生産に切り替えるぞと大号令をかけて切り替えました。ところが2期連続の大赤字という結果になってしまう。そこで気づいたのは、多品種少量生産っていうのは段取り替えっていう作業が非常に多くなることで、人の能力が大きなウエイトを占めるんだということに気づかされる。当時12人の会社だったんですけれど、6人の中途採用者を採用して、その時に弊社はマザックさんの機械が多く並んでいて、マザトロールという OS、 それが早期の人材育成にも役に立ったというように感じています。結果、2008年のリーマンショックも乗り切りました。直近では TA とバリアクシスの導入を決めました。まず TA についてはイメージとしたら、段取り終わったからちょっとこの機械回しといてって言って非熟練者に頼むかのような形で機械を動かすことができる。発売前のプライベートショーで見た時に絶対買うっていうふうに一目惚れした機械でした。実際導入した後もすぐさま戦力化に成功して生産効率を上げてくれる機械になってくれてます。次にバリアクシスなんですけれど、非常にコンパクトな面積の中に32個のワークステーションがセットされてて、それが順番に加工されていると効果があると確信して、導入することにしたんですけど、ただこちらの方は、ジグの製作だとか使い方に工夫を重ねないといけなかったので、最初は戦力にすることはできなかったんです。ただ今月間の稼働時間は300時間を超えてくれるようになり、戦力化してきたと。退社前にセットして回し出すと、翌朝8時に出勤してきてもまだ回ってると。知らん間にこんなに仕事できてるやんっていうような機会なんで、頼もしく感じています。人が動いて不便に感じることっていうのが生まれてくる。そしてそれを解決するために私たちというものが必要とされる。そういった意味で、ただ物を削るだけじゃなくて、それを使う人の笑顔を想像しながらのものづくりを進めていきたい。人は人にしかできない仕事に時間を使うべきだという考え方があって、単純な仕事は全てロボットに任せようと。それを実現するためには、より一層自動化、無人化というものを進めて、人にしかできない仕事に時間を使える、そういう会社を目指していきたい。